版社主催第1回ザ・ルールオーディション決勝大会、ただいまよりファイナリスト8人によるガチンコトークバトルを開始いたします。行列ができる臨床心理士北田芳雄。はい、皆様こんにちは。ただいま障害に預かりました北田と申します。よろしくお願いします。いつもこんな段でお話しする機会があんまりないので、今日は下におりまして、眼鏡も外し上着も外して楽に話をしていきたいと思います。先出しましてね、まずこのような場をいただきました、飛鳥出版の各位、そしてスタッフの飯沢さんに感謝申し上げます。で、特にね、僕今日嬉しかったのは、この予選を共に戦った仲間がスタッフとして後方支援として控えてくれてます。すごく力添えになったんですけど、これがプレッシャーになりそうでちょっと怖いんですけれども、私は、先ほど紹介にありましたように臨床心理士セミナー講師、そして組織改善のコンサルタントをしております。三重から参りました。1958年まで、55歳、実は前職は荒田中学校の教員をしておりました。キャッチフレーズでございます。名前を一発で覚える技です。北田か北田なんていうことを言ってますが、皆さんお分かりですか？ちょっと笑っていただいたんですけど、大体ね、僕はスクールカウンセラーもやってるんですけども、小学校1年生ぐらいの子は、それってダジャレやろとか言ってくれるんですけども、皆さん反応がちょっと低いんで、僕一人置いてきぼりになってるみたいで、ちょっと寂しいです。実は僕はここ10年間で、延べ5万人の心理サポートに関与し元気にさせた実績を持ってます。で、延べですので、それだけ10年間で多くの人に出会って心理的にしんどい人たちを支援してきたということですが、今もですね、今日はもうすごい人たちがいっぱいいてますが、今も1週間で100人の人に出会う行列のできる臨床心理士として全国からお諮ります。僕の研修は正確に言うと一桁の小学校1年生ぐらいの子にも心の話をするんですけども、一般的には10代の若者から70代の年配の方まで、そこのプロフィールにも書いてますけれども、専門用語一切使わずに光ゆっくり緩む簡易な言葉を使って楽しく分かりやすい研修をすることで知られています。これはその時のエピソードです。70代の年配のおばあちゃんが、その時は一般方向けの研修会でしたけども、難しい話してもなんですので、楽しい話ということで3歳児に戻ってくださいというアイスブレイクがありました。1時間ほどやった後、休憩に入る前におばあちゃんが、はい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 って寄ってきまして言って寄ってきまして、僕に一言、イケメン大好き、僕ですよ、僕に向かってイケメン大好きと言われて、会長がドンと湧くような経験をしておりますが、僕は飛鳥出版さんで、このような本を作っていただきたいなと思っています。それはどんな人でも与えられた環境の中で無理なくです、自分のできることをコツコツと積み上げることができたらどんな人も願望が達成されるというテーマです。で、これはね、僕の体験から来てるんですね。僕は前職は教員だと申し上げましたけど、実は子供の頃ね、給食台にくくられてた
あの給食なんですよ。今そんなんくくってたら問題になりますよね。ということはどういうことか。動き回ってじっとしてられなかったですね。それはこだわりが強すぎてなんですけど、この僕を小学校の3年間支援してくださった先生がいてるんです。今から思えばそのテーマに第一部で書こうと思ってる心の不動点を作るというそのやり方にを教えていただいた原点はそこにあるのかな。小学校の時に受けた教育の一人の先生に3年間持ってた心に不動点を作る、これどういうことか。動かない点です。絶対に気持ちが安定する方法があります。それは今までそれだけの人を見てきて確信をしております。で、それどういうことか言いますと、光を浴びること。今日これだけ来て帰ってください。光を浴びること。人間は光を浴びたら元気になるんです。それから生活全般のリズムをまさに落とすことで、スピード、話すスピード、歩くスピード、呼吸するスピード、そしてね、ほゆる、ぞゆる、きゆるという僕の決め技があるんです。何かあると。全ては体が緩まないとダメなんです。体が緩むと気持ちが落ち着くんです。体が緩むと。どんなことが起こるかって。皆さん、プロフィール配布された紙ありますよね。ちょっと目の前にこうやって当ててください。こう当ててください。当てたらどうなります？前に見えますか？見えませんよね。紙当てると真っ暗ですね。でもこれ僕ら専門家と一緒に、あるいはセミナーでお話ししていくと、この紙が離れていくんです。ちょっと徐々に話してください。徐々に話してください。どんなこと起こりますか？字がだん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 離れていったら読めますよね。まさにこれなんです。僕とお話をしていく、あるいはセミナーで、僕のお話を聞いてると、だん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 困った状況、その人の抱えている状況がだんだん離れていくんですね。で、先ほど言いました光を浴びること、ゆっくりの速度を保つこと、そしてほゆる、ぞゆる、きゆると言いましたけど、正式には骨緩む、臓器緩む、骨が緩んで臓器が緩んで初めて気持ちが緩む。この気持ちが緩んで初めて絶対的な安定感、不動点ができるんです。もう今日早速やってみてくださいね。しんどい仲間の人で、実はどんな人でも与えられた環境の中でコツコツと、積み上げていくことで自分の願望は達成されると言いましたけど、今離れていく、これやりましたね、会議。最終的には困った状態が離れていって、最後この紙がボーンと離れる。これが解き放たれる状態なんです。で、とにかくその願望が達成されるシステムの基礎作りに、この心に不動点を作るための3つのやり方がございます。これは何で見つけたか、それって北川さんが考えたの。実は先ほど言いました5万人の人に関わる中で見つけたことです。そのあ、これ使えるなって思った契機になったエピソードが一つあります。一つは自殺未遂、高いところから墜落されてたまたまマンションの軒先に引っかかったことで助かった方がおられます。最初その方に僕はこんなふうに言います。何好きって聞いたんです。他の心理師やったら何で言ったんって聞いたかもしれません。僕はあえてそういうことは聞きません。何好きですか。そしたらその方はこのふうに、分かりません、分かりませんとしか答えない。多くの心のしんどい人たちはそのように
口が聞けない、語れない、思考が停止する状態の人、歩けない人もいます。そんないろんな人をこの方の場合3年間、今言った光ゆっくり老いる、老いる、消える、自分の体も緩んで相手も緩むという、ね、リラックスというこの3つのやり方だけでゆっくりゆっくり3年間できることを、好きなことを見つけてコツコツと積み上げていく中で元気になられます。いろんな研修会でセミナーで僕はお医者さんにも話をしています。裁判官にも話をしています。そういう場がたくさんあります、呼ばれて。でそんな時に、ね、お医者さんがいつも最後言われるんです。それってどこに載ってんの？まさになんです。いや、これは僕が見つけたっていうんじゃないんです。患者さんと僕とが一緒に見つけたっていうことになります。時間がだいぶ来てるんですけど、最後に、このオーディションを応募するにあたりましてね、いろんな人にこんなこと言われたんです。もう北川さん行列できてるのに、こんなんこれ以上あなたのところにクライエントと呼ばれる人いっぱい来たらどうするのって言われました、ね、僕がやりたい究極の姿は何か、僕が何かをするんじゃないんです。僕が何かをする、オルゴールって分かります？オルゴールはね、オルゴールの本体だけ回してもね、加速器音しかしないんです。あれなんでええね、色がするの、木箱があって、あの木箱が共鳴するからですね。僕はその木箱の共鳴する木箱になりたいと思ってます。何ができるか分かりませんが、とにかく出版して、どんな人も与えられた環境の中であるルールに従ってコツコツと自分を作っていったら願望は達成される。それは僕が単に病気が治るって言ってるだけじゃない、自分の人生を自分でセルフでプロデュースできる、そんなことができたらすごい人生の可能性で広がるじゃないですか。自殺する人もいなくなるじゃないですか、ね、そういう意味では世の中の多くの人にお伝えしたいな、そのことをお伝えしたいなと思います。ちょっと最初だいぶ緊張しました。うまく伝わらないところがあるかと思いますが、長い間聞いていただいてありがとうございます。どうもありがとうございました。
そんな、豊富な実践事例がたくさんある反則が今日の私のテーマです。私が、皆様にお伝えしたいのは、反則というものはですね、表面的な儲けるためだけのテクニックではなくて、人をハッピーにすることができるツールなんだと、そういうことをお伝えしたいです。そのことを、分かりやすく、より分かりやすくお伝えするために、今日はあるエピソードを紹介します。沖縄そば屋さんの話です。沖縄には独自のそば文化というものがありまして、そば粉を全く使用しない小麦粉 100% のそばなんです。戦後、アメリカからですね、大量に小麦粉が送られてきたので、その時爆発的に沖縄で広まったそうです。見た目はなんかちょっとうどんのようなそばなんです。そんな沖縄そば屋さんの話です。地元の商工会議所の担当者の方から、電話連絡をいただきまして、チラシの相談がしたい、その指導をお願いしたいんですけれどっていう電話をいただきました。開業してですね、3ヶ月くらい経ってやってるんですけども、あんまりお客さんが増えないということで、チラシを作って新規のお客さんを増やしたいんだというご依頼でした。じゃあ一緒に行きましょうということになりまして、お昼のランチタイムはやっぱり、お忙しそうなので、午後の3時半頃お店で集合しましょうってことになりました。で、集合して入ったんですね、お店の中に。そうするとモワッとしてるんです。まあ、その時行ったのが5月の中旬で、沖縄も梅雨明けしてまして、夏の陽気なんですよ。その時に入ってったらモワッとして、要は冷房を切ってるんです。節約のために冷房を切ってるんですね。で、中から、店長さんご夫婦でやられてたので、お二人が出てきてですね、すいません、節約のために冷房を切ってるんです、今日は申し訳ないですけどこの扇風機でお願いしますって言われました。あ、これは相当もう来てるなというふうに思ったわけです。冷房も切らなきゃいけないぐらいにちょっと苦しい状況なんだというのが分かったわけです。で、まあ扇風機やっていただいて、チラシの相談をスタートさせました。で、なんでチラシなんですかって聞いたわけです。そしたら、チラシを2000枚ぐらい作って新規のお客さんを50人ぐらい増やしたいんですというふうにおっしゃってました。沖縄でですね、2000枚ぐらいのチラシを配布したところで、平均的な反応率っていうのは大体1件か2件です。そんなもんなんです。たとえ、まあ、私は、まあ、チラシの専門家でもありますので、ここで店長さんと一緒にですね、チラシを作って、やったとして、その平均的な数字を、5件、10件、まあ、15件くらいには増やすことはできるかもしれません。で、仮にここで下書きを作って、それをプロのデザイナーさんにお願いして、またさらに印刷会社さんにお願いして印刷をして、その後新聞折り込みやポスティングをして、それでお客さん来るのっていうのは大体1ヶ月ぐらいかかりますよ。そんなんでいいんでしょうか。本当は今すぐ売り上げを上げたいんじゃないですかっていうふうに申し上げました。そうするとお蕎麦屋さんは、そうなんですと、今すぐ売り上げを上げたいんですというふうにおっしゃってました。で、お蕎麦屋さんを始めた理由を語ってくれたわけですね。子供の頃からの夢で、もうずっとお蕎麦屋さんをやりたかったと。で、40代になって脱サラして、やっとの思いでお店を開業したんですけれども、やっぱり商売っていうのは非常に厳しいと。一生懸命頑張ってるんですけど、なかなか売り上げが上がらないし、お客さんも集まらない。本当に一生懸命やって、一日も休まずに働いてらっしゃったんですけども、なかなかうまくいかない。隣で奥さんが本当にもう毎日毎日働いてるので、もう主人の体が心配なんですというふうに、おっしゃってました。もう不安で不安で、夜も眠れないぐらい不安で、もう体力の限界なんです。
な思いをするんだったら、お蕎麦屋さんなんかもうやらなきゃよかったというふうに思うこともありましたというふうに語ってくれました。おそらくこのお蕎麦屋さんはですね、商工会議所にチラシの相談に行ったわけではないと思うんですね。多分融資の相談に行ったんだと思います。資金繰りが厳しくなって、借金のお願いに行ったんじゃないかというのが、ね、まあ分かったわけですね。でまあ元気出してくださいと、私はもう全国いろんなマーケットをしてるんですけれども、沖縄っていうのは本当に厳しいマーケットなんですと。そんな厳しいマーケットで実際に店舗を出されてお店をやられてる、商売をなされてるってことは本当に素晴らしいですよ、尊敬しますよっていうことを申し上げました。沖縄っていうのは、可処分所得で言えば、全国最下位です。あと求人失業率、これも全国1位です。あと廃業率も全国1位なんですね。ワーストだらけのマーケットなんです。そんな厳しいマーケットでお店をやってるってことは素晴らしいことだというふうに申し上げました。これだけ美味しいお蕎麦屋さんを、お店を出されるんであれば、こんなのはマーケットの大きい東京とかでやったらすぐ繁盛店になりますよっていうことを申し上げました。それから、しばらく、お話をして、実は私もそうなんですと。私も10年前東京から沖縄に来た時に、思い知らされましたと。私はもう東京では外資系の航空会社や外国タバコ会社で勤めておりまして、ずっとマーケティング販促をやったので、もうスペシャリストだと自分では思ってました。だけど沖縄に来て全然そういった東京でうまくいった通用マーケティングの手法が通用しなかったんです。それだけ厳しいんですと。だから沖縄でうまくいった販促マーケティングの事例というのは全国どこでも通用するんですよということを申し上げました。ですのでチラシのことはともかく、今すぐできることをやりましょうって言ったわけです。で、店長さんにお聞きしました。このお店で一番人気のメニューベスト3を教えてくださいって言ったら、うちの、一番人気はですね、軟骨ソーキそばなんです。ソーキっていうのは豚のあばら肉のことで、スペアリブなんですね。これが一番人気なんです。じゃあ2位は何ですかっていうと、その軟骨ソーキを特製のラー油で、煮込んだピリ辛軟骨ソーキそばが2位なんですと。じゃあ3位は何ですかって言ったら、野菜そばです。これは年配の方にすごい人気なんです。これがベスト3なんですっていうふうにおっしゃってました。わかりました。それでしたら、それをその3つをですね、今からホームセンター行ってこれぐらいの黒板型の看板を買ってきて、そこに、当店の人気ランキングベスト3 1位2位3位っていうのを書いてですね、お店の外に出してみてくださいって申し上げました。で、店内見回すとですね、まあ、メニューが書かれておりまして、サイドメニューのところに、いなり寿司ってあるんです。沖縄そば屋さんに行くと大体トッピングでいなり寿司があるんですね。で、いなり寿司、150円って書いてあるんです。このいなりは、出ますかって聞いたら、いや、あんまり出ないんです、1日5個ぐらいしか出ません。そうですか。これが出ると利益率も高いし本当に助かるんですけどっておっしゃってたんで、それでしたら紙とペンを持ってきてですね、お蕎麦と一緒の美味しいいなりはいかがですか、うちのいなりは出汁にこだわってますみたいに書いてですね、それをメニューの外に、そばに貼ってくださいと。これがポップというものなんですって言って言いました。あと、一番の課題は今何なんですかって言ったら、お伺いしたらですね、週末はお客さんそこそこ来てくれます、ですけども平日のお客さんが少ないんです。平日のお客さんさえ来てくれれば本当に助かるんですっておっしゃってたので、じゃあそれも紙に書きましょうと。平日暇ですと、平日来てくれたらゆっくりゆったりお食事ができます、おまけにアイスコーヒーもサービスしますって書いて、それをトイレに貼ってください。
トイレという空間はお客さんと一対一になる空間なので、ダイレクトにメッセージが届きます。直球で届きますから。で、今言った、3つのこと、黒板と、稲荷のポップとトイレの張り紙、この3つのこと全然難しくないです。すぐこれをやってください。で、商工会議所の担当者の方に、ちゃんとフォローお願いします。明日中に必ずやってくださいねっていうことで私は帰りました。それから、3週間ぐらいしてからですね、そば屋の店長さんからエキサイティングな電話がかかってきました。あ、もしもし、そば屋の近所です。先日はどうもありがとうございました。おっしゃった通り、黒板を外に出したらですね、黒板見たよっていうお客さんがポツポツポツと入ってくるようになりました。で、稲荷のポップを見たお客さんがおそばと一緒に頼んでくれるようになりまして、最近では本当に一日でもう完売してしまう日が何日かあります。じゃあトイレの張り紙はどうですかって言ったら、それがですね、週末来てくれるお客さんがそのトイレの張り紙を見て、あ、なんだ、平日混んでると思って週末来てたのに、平日空いてるんだったら平日も来るよというふうにリピートしていただけるお客さんが増えてきました。だん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 売り上げも上がっていってですね、前回よりも倍近くになってしまいました。これで私もなんとかやっていける自信がつきました。本当にありがとうございましたというお喜びのご報告をいただきました。ここで、問題なんですけれども、なぜクーラーを切ってたようなお蕎麦屋さんがたったわずか3週間で売り上げを倍近くまで伸ばすことができたんでしょうか。売り上げを上げるには3つのことが必要なんですね。3つです。1つは新規のお客さんを増やすこと、2つ目は顧客の単価を上げること、3つ目がリピートですね。もう一回来てもらうということです。この3つのことをお蕎麦屋さんは黒板で新規のお客さんを増やしました。で、黒板というのは本当に最強のメディアなんですね。なぜ黒板が目立つかと言いますと、私たちは小学校、中学校、高校とずっと黒板を見て勉強してきました。だから黒板があるともう見る癖がついちゃってると、そういうふうに私は思ってます。そこに人気ランキング、ベスト3がある。で、人気ランキングっていうのはお客様の声なんですね。実績です。で、人はランキングが大好きなんです。だから目立って新規のお客さんが入ってきた。で、顧客単価は稲荷のポップです。ポップでもう一個何かを買ってもらうってことをやっております。で、リピートはトイレの張り紙です。張り紙でリピートしているお客さんを増やすといった、こういうふうに3つのことを少しずつやっていけば、実はこれ3つ同時にやりますとそれぞれが掛け算になりまして売上が倍に近くなってしまったということ、これが、まあ、売上アップの方程式と言われているものです。このように反則のルールというのは、全然難しくないんです。シンプルで簡単なんですね。だから分かりやすくお伝えすれば、すぐお蕎麦屋さんのように行動に移せて結果を出すことができます。このようなことを私は、お伝えしていきたいです。反則というのは表面的な、儲けるためのテクニックではなく、文化をもう継承するツールなんだと、日本の文化を救うのは反則なんだということをお伝えしていきたいんです。反則の本を出すことによって私を一人でも多くの方をハッピーにしたいというふうに思っております。先日久々にそのお蕎麦屋さんに私行ってきました。前回行った時と同じ時間にですね、3時半ごろ入りました。ただそうしたら冷房をガンガンに効いてるんですよ。効いてました。で、店長さんが笑顔で迎えてくれてですね、私に本当に嬉しい一言を言ってくれました。一応私は沖縄では先生と呼ばれてるので、これでも先生の本いつ出るんですか、教えてくださいね、私絶対に買いますから、以上です。
ずねトップの2組、お二人終わりましたけどもね、さすがね、あの決勝は魔物が住んでると申しますがですね、なかなかお二人ともね、二次審査あたりに比べてね、かなり緊張してたね、感じでしたけどね。はい、ちょっとあの審査員の方の感想を聞いてみたいと思いますけどもね。まずじゃあ田中さん、北田さん、末次さん、それぞれちょっと感想をいただきたいんですけれども、それぞれ壊れましたね、どうしよう。審査委員長が来ないなと思ってですね、ちょっとそれが気になってますが、それはさておき、そうですね、あの私たまたまですけれども、二方ともちょっと二次面談もしておりまして、北田さんから、はい、いきますと、とにかくパワフルな、ちょっと二次面談の方がもっと乗ってた感じがしましたけど、ちょっとね、上がってた感じ。そうですね、非常に実績がある方ですし、そこから何が持ってくれるのかっていうのはちょっと、もうちょっと伺えたらよかったなと思ったんですけれども、そうですね、どこまで話したいな。末次さんはですね、末次さんはどうですか、金子さん転倒の現場ですので、ちょっと反則の面でどうでしたか。そうですね、やっぱりやろうとしていることというか、成功例があるので、それを伝えるのに、この成功例は確実に使えるものだと思います。私も店頭でやっていて、効果があることだなっていうのはすごく分かるところですね。それを新しいものをあとはどうやって打ち出していくのかとか、そこら辺はもう少し欲しかったかなっていうのは正直なところです。ありがとうございます。はい、この後ね、その審査どうなるんでしょうか。はい、それでは続いての出場者の登場です。サロン開業コーディネーター、伊沢義久。一石の今できるの？いや、もう肩が痛い、首も、もう頭が痛いから、コース分かんないから、じゃあそれ以外、やって。はい、こういうお客さんね、いるんです。マッサージサロンです。私マッサージサロンやってるんですけど、こういうお客さん来たらどうですかね。ちょっと嫌みたいな、ちょっと怖いな、これとんでもないです。僕らこんなお客さん来たら大喜びです。なぜかというと、やっぱもう辛くていらっしゃるんで、あんな状態で来たら帰りは絶対笑顔で帰ります。もう下手したら、もう風の中に羽が生えたみたいですって言って、さっきのギャップがちょっとおかしくて、そうですか、こんな顔でね、お見送りしちゃうぐらいに嬉しいお客さんです。で、こんなお客さんを何人も何人もやってきますと、我々も自信がついてきます。腕に、自信がつくってことですよね。腕に自信がついてきますと、開業したくなります。もう僕らの業界では開業しないと結構厳しいんですね。開業するんですけれども、腕はあっても、じゃあどうやってお客さんを呼んだらいいのかとか、どんな風にお店を作ったらいいのかっていうのは、皆さんどこでも勉強しません。教えてくれないです。ですから、ほとんど潰してしまうんです。大体2年で8割ぐらい潰れてしまうって言われてるぐらいです。ですから、誰かが、こういうふうにしたらいいんじゃないのかと、そういうことを教えなきゃいけないと思っています。なので今日私は、サロン開業コーディネーターとして、技術バカじゃなくて技術、マニアでも、ハンドサロンが作れるルールということをお話ししたいと思います。改めまして、伊沢と申します。よろしくお願いいたします。拍手がちょっとやる感じが出てきました。はい、どういうふうに教えたらいいのかということなんですけども、やっぱりオーソドックスなのは本なんじゃないかなと思ってます。本、私大好きです。
本が大好きです。本が大好きです。あの大きな本屋さん行くとですね、類書はいっぱいあります。こんなふうにサロンを開業したらいいんじゃないですかというのが、まあ、ダダダダダーとこう3段ぐらいとかあったりするんですけれども、まあ私見てみました。ベラ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 と。そうしますとですね、まあ大体2種類、こうじゃなきゃいいのになという2種類、一つは、まあ、現場経験がないコンサルタントの方が、机の上で、数字をごちょ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 やったおとぎ話みたいな本か、今このご時世なのに、インターネットネットのね戦略に関してが、まあ、ほとんどないか全くないみたいな、うん、石器時代かみたいな、本になっちゃうんです。石器時代の本はね掘ってありますからね、まあ、本屋にはないと思うんですけどそんな本をまあ参考に開業しますとどうなるかというと、まあ、僕の感覚ですけれども、実践経験のない上官にですね引き入れられてですね、あの無線も置いてですね突撃して兵隊みたいになって、これ返り討ちにあって、まあ、蜂の巣なんじゃないかなと思っております、まあ、こんな話をするとですね、じゃあお前できんのかといざはと、ね、こんなところに手やって仲間でいいのかって話になると思うんですけども、まあこれできますよって話をするんですけれども、なんかちょっと嫌がらせに聞いてくださいね最後まで、はい、まず一つ、僕が現役のオーナーをやっております、こう10年3店舗なんです。まだまだちっちゃい3店舗なんですけども、一応右肩上がりでやっております、私の弟子たち、弟子というかまあ従業員のスタッフの人間、5人、開業してみんなうまくやっています、半年前から、開業の、まあ、コンサルというかあのアドバイザーをやってるんですけれども、これも5人の方が、この半年で開業してくださっています。みんなうまくいってます。で現場をやってると、何がどんなことが提供できるのか、まず例えばですね、開業するにお店を作るにあたりどんなこうスケジュールでやっていったりとか、いつどんなふうに、物件を探して、いつ融資を引っ張って、内装を通してこうしてというタイムスケジュールみたいなのをエクセルだってポンと出すだけできます。それ以外にも、何にいくらかかるのか、物件にいくらかかって、内装工事にいくらかかって、備品どうなんだ、バーッと細かいデータも揃ってます。お店を作りたい人が一番知りたいのは、何をどうやって進めていいのかわからないという、そこを知りたい。あとは、何いくらがかかるのか、あれ大体外産でいくらかかるんだよ、これ必ず知りたいところです。これもう数字でベラッとお出しできます。なんならの完備 の、 あの袋閉じにしたいぐらいです。僕も必要だったらですよ、あの袋閉じの中ではムードとかもできますんで、必要ないという目がありました。ちょっとだけ後ろに下がりながらあの、まああの、他にもですね、例えばどんな媒体でどれくらい来るとか、今例えば僕ホットペーパーで、通常3、40ぐらいの反響なんじゃないですかってところ180とかいただいたりします。どんな風に集客したらいいのか結構悩むんです。皆さん集客結構悩みます。口コミが大事だと言われます。じゃあ口コミ集めてくださいって言われたりするんですけれども、私も最初悩みました。口コミ集めるって言ったってどうしよう。だからね、私こうやったんです。口コミ書いてくださったら次回は2000円割引です。まあ結果はですね、大体月1人とかゼロとか、そのぐらい。こんなんじゃ集まらないですよ。でどうしたかというとですね、これは順番逆にしたんです。どうぞ割引きますんで、まあ、2000円割引ですから、どうぞいらしてください。そしたら、まあ、後でできたら口コミでも正直に書いてください。そうしましたら30人の方いらしてくださいます。毎月10人ぐらい口コミ書いてくださいます。10倍ぐらいの口コミが集まりました。売上は30倍になりました。歩き回ってたらね、うざいですかね、大丈夫ですか。そんな反響をいただいて、まあ、どういうことかというと、やっぱ先にこっちがいいことをしてあげないといけないんですよね。先にいいことをしてあげると、どうしてもや何かをやって返してあげないといけないというふうに思うんですね。皆さん彼が作らねえってことですね。この法則、これ一つ法則があるんです。昔から言われている法則で、この法則は、半沢直樹の法則って言われてます。やれてるいけす、ぶい返しだ。今回10倍返しだったんです。実はこれね、このネタ、二次審査でもやったんですよ。ね、私が言って、
ちらの美しい編集者の方2人でやってですね、倍返したってやったんですよ。半沢直樹見てますって言ったら、見てないですあのね、2秒間が寒くて、もう今も思い出すと震えるぐらいの寒い認識の2秒間でした。だけどお綺麗だからね、全然いいんですよまあ、まあ、こんなことが、私の、現場の経験から言えたりします。あとネット、実は SEO とかの話もしたいなと思ったんですが、この後三宅さんがいらっしゃるので SEO のことはとりあえず置いておいてですね、まあ、私も、ネットはすごい得意です、まあ、オンライン用具であるとか顧客システムを自分で作って他社さんに使ってもらったりしております、その中でも、今日はちょっとした投資でできる結構な効果の出ることを紹介したいと思います。大体月々2000円でやってることなんですけれども、 CTI というシステムがあります、コンピューターテレフォン にインテグレーションとかね、ここだけ覚えられないんですよ。今日何度も練習したんですけど、まあ、CTI というシステムがあります、コールセンターとかでよく使われる、電話がかかってくるとコンピューターの画面にパッと顧客情報が出てくるんです。それを見ながら電話を受けるとどういうふうになるか。ああ、どうも吉岡さん、こんにちは、なぐみざわでございます。ジェーンって思いますよね私の声で分かってください。もっといろいろ情報書いてるんですか。あ、吉岡さん、はい、15時で大丈夫ですよ。いつものフットの60分のコースですね。ジェジェジェってくるんですよ、これ。いつもの私、いつもの人みたいな、大体こんな顔で電話してるはずです。まだあります、ダメです。例えばもう少し情報が書いてたら、あれ、今日旦那さん一緒じゃないんですか。これジェ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 ってなるわけですよ。もう友達というかね、家族の仲良くなってくださいます。皆さん特別扱いされたいですよね。特別扱いされたい。いっぱいの人数でいっぱいのお客さんをやると覚えてることはなかなか難しい。私が初めてかもしれないお客さんだけど10回来てるお客さん、システムを使ってそういった特別扱いなんかをしてあげることができます。特別扱いね、されたいですよね。ねえ、ちえさんね、奥様、彼女、奥様でしたっけ、お彼女、え、まあね、いいですか。だいたい彼女にですね、あなた、私のパパと同じぐらい好きって言われたらね、世界で一番じゃねえのかよ、絶対に。世界、まあ、特別扱いされたいということですね。まあ、そんな感じで、今日はいくつかちょっとノウハウを紹介してきました。もっといっぱいありますよ、いくらでもあるんですが、ちょっと紹介しました。私自分でもこうやってお店をやってるのに、なんでそんなに伝えるんだと、理由があるんです。私自分のマッサージ屋さんのホームページで、同業の輪というふうにやってます。まあ同業、横のつながりが少ないですから、みんなで情報交換しようじゃないか、仲良くしようじゃないかっていう数十名の方が、入ってくださってます。3年前ぐらいに30代の男性が入ってくれました。会いにも来てくださいました。それからメールでいろいろ報告を受けるようになったんですね。伊沢さん、場所見つけましたよ。これからの人だったんですけど、あ、そうですか。あ、伊沢さん、開業できました。あ、そうですか。伊沢さん、妻も子供も喜んでくれてます。あ、そうですか、よかったですね。1年経ちました。伊沢さん、お客さんが増えないんです。あ、そうですか。伊沢さん、もう集客に使うお金もないんです。そうですか。伊沢さん、もう廃業します。何が同業の輪だと、何が情報交換だと、僕が作った輪の中で、輪の中に入ってくれた人に何もできなかったです。悔しかったです。それからしばらくして僕は生態開業コムというサイトを作りました。どうやって物件を探すのか、どうやって内装するのか、どうやって出客をするのか、雇用はどうしたらいいのか、そういうことを書いた83項目書きました。1年間かけて書きました。それからその後の1年間で365日、盆も正月も休まずにメルマガを書き続けました。これなんですけど、
印刷したらこんなになっちゃいました。ね、本当に俺らもこんだけのノウハウをかけます。伊達や水郷でやったことじゃないです。僕は恵まれてたんです。教えてくれる人がいました。大学生の時代の時にアルバイトしてた不動産屋さんの社長、内田社長って言うんですけども、その方何でも教えてくれました。ビジネスに関して、まあ、僕のメンターです。今も僕お手伝いします。不動産屋さんのこと何でも聞いたら教えてくれます。どうやって優勝引っ張ったらいいのか、どういうふうに顧客の、スタッフを教えたらいいのかとか、何でもビジネスのことでは分からなくて何でも教えてくれます。けど大体の人はお父さんが例えばビジネスやってるとかでは別かもしれませんが、教えてくれる人はいないです。だから何かしらこういう形で、教えることができたらいいなと思ってます。僕のやってる仕事は日本を元気にすることなんです。僕らのこの手でお客さんの目の輝きを増すことができますよ。本当に僕も今の店、これから何十店舗、40店舗ぐらいまで少なくても大きくしていきたいと思ってます。やっぱそれだけで全然足りない。だから僕が分かるやり方を今度は僕が教える番だと思って教えていきたいと思います。このノウハウはサロンの方であったら、まあ、ネイルでも部屋でもエステでもそうですけれども、成り立ち方は一緒ですから、どこでも使えるはずです。今こういうことを非常に求められていると思います。私のサイトにアクセスしている方を見たらね、分かるんです。まあ、あとはいつこれをやるかというぐらいの話です。いつこれをやるかということに関してはですね、昔から言われているあの言葉がありますので、今回それを最後に紹介したいと思います。笑ってる方がいます。オチが見えてます。じゃあいつやるの？今でしょ。どうもありがとうございました。私は美容師です。ここに一本のシャンプーがあります。このシャンプーの値段いくらだと思いますか？実はこれ一本で5万円です。世界一高いシャンプーで、品質ももちろん世界一です。ストレートパーマの値段は6万3000円で、海外旅行に行こうかストレートパーマにしようか迷ってご来店された方がいました。客単価も高い月は5万円になります。私はその美容室銀座イバンカでマネージャーをしております高瀬徹と申します。本日はよろしくお願いします。なぜこんなに客単価が高いのでしょうか？それは私どものサロンがヘアケアを中心とした髪や頭皮のあらゆるお悩みを解消していくことのできるサロンだからです。そのお店も今年の3月で丸10年を迎えることができました。そこでこの10年間で気づいたことと、高単価でもお客様を引き寄せ離さないノウハウが美容業界並びに他業種の方にも何か参考になるのではないかと思い、今回このオーディションを受けさせていただきました。少し私のことについてお話をさせていただきます。私は大阪府出身で47歳、美容師歴は25年です。私が美容師になりました数年後に、あのカリスマ美容師ブームが起こりました。私は当時、マネージメントや社員教育などに興味を持っていて、日頃からヘアショーなどの仕事がきれいに咲く花だとしたら、マネージメントや社員教育は花は咲かないが、そこに残り続ける幹である。
私はお店の太い幹になろうと考えていました。そしてその後私はゼネラルマネージャーとなり、スタッフのトップに立つも花のある後輩が出てきて間もなく退社します。そして、独立した当時の店長のお店でお世話になることになります。そこで出会ったのが私の美容師人生を180度変えるイバンカという最強のヘアケアシステムでした。イバンカヘアケアシステムをお客様にさせていただいた半年後、ほぼ全てのお客様が髪質が明らかに良くなり、ツヤが出ていました。今までの商品はすぐにある程度の結果は出るのですが、すぐ元に戻ってしまいます。しかし今回は違います。髪が本質的に変わったんだ。髪質が変わるということはすぐに結果が出るのではなく、時間をかけて少しずつ変わっていくものが本物であるということを髪が教えてくれました。ここから私の真の美容師としての道が始まったと思っています。またこのような経験から今回のテーマであります私が読者に対して伝えたいことを2つお話ししたいと思います。1つは髪の大切さと美の力について、そしてもう1つはこれからの美容師の生き方について、この2つをお話ししたいと思います。まず髪の大切さと美の力についてですが、髪が変わって人生が変わったという方がたくさんいらっしゃいます。髪をきれいにすることがこんなにも喜ばれるのかと、改めて髪の持つ力に感謝しています。また髪はすごくデリケートで、毎日お手入れをしないと美しさを保つことができないのです。本物の美しさとは放置しておくと壊れてしまうものなのです。これが本物の美です。ほったらかしにしておいても綺麗だなんてものに美を感じますか？私は感じません。毎日のちょっとした努力や気遣いがあってこその美しさだと思います。このような繊細な美にまつわるお客様のエピソードをご紹介したいと思います。先日東北の釜石で東日本大震災に遭われたお客様が銀座のお店にご来店されました。その時に水や食料などの物資は来るのだけれども、髪を溶かすための櫛が欲しくて欲しくてたまらなかったというのを聞いた時に、その過酷な状況の中でもそのお客様は美を求めていたんです。また髪をきれいにすることが贅沢で、亡くなった方に申し訳ないとの思いから当初ご来店されることを躊躇されていたのですが、せっかく生き残った命、亡くなった方の分まできれいになろうとわざわざ東北からご来店いただきました。この時のお話は私たち美容師にとって大変大きな気づきを与えてくださったと思っています。髪はこんなにも女性にとって大切なもので、困難や苦しみ、生死の境においても美を求める情熱は消えることがなく、その魂に応えることのできる美容師はなんとやりがいのある仕事で、今後より一層存在価値が期待される職業であると思いました。その美容師のこれからについて次にお話をしたいと思います。これからの美容師の生き方について、私はとても大切にしなければならないことがあると思っています。それは手の技術以上に心の技術を磨くことです。カットやパーマなどの技術のことを私は見える技術と呼んでいるのですが、今までの美容界はこの見える技術が引っ張ってきました。昔は髪をアップにする人が多くて、美容師は髪結いさんと呼ばれていました。そしてその次の時代はパーマ屋さんになります。そして天米がカットハウスなどとなり、カットが大切な時代がやってきます。そして最近ではカラーが流行っていました。このように手の技術イコール見える技術が今までの美容室の主力メニューでした。がしかしこれにプラス見えない技術、すなわち心の技術を磨いていくことがこれからの美容界を引っ張っていく大切な要因になると思っています。ではこの心の技術とは一体どういうものなのか、今回は3つ挙げたいと思います。1つは髪の価値を上げること、2つ目はお客様のハートに火をつけること、3つ目は物に命を吹き込むことです。まず髪の価値を上げることについてですが、私は
価値の高いものほど大切に大切に扱うことが重要だと考えています。逆に言うと、大切に大切に扱えばそのものの価値は自然と上がっていきます。つまり、価値を上げたいものが紙だとしたら、世界一紙を大切に扱ってあげれば、世界一紙を大切にしているお客様、大切にしたいお客様が集まってくることになります。そこで私たちのお店では、誰よりもどこのお店よりも紙を大切に扱うことによって高単価を維持してきました。また徹底的に紙を大切にすることによってお客様が他店に確実に行けなくなるようにしてきたのです。そしてここまで紙のことを考えてくれているのだったら、この料金でも十分満足ができるという仕組みを作り上げてきたのです。その仕組み作りで大切なことは、頭ではなく心で考えることです。心で考えるとは、心の底からの思いを形にすることです。私たちの場合は、きれいにしたい、その一点で仕組みを考えました。高単価商品や高単価メニューを売るのではなく、紙の美しさ、つまり紙の価値を売ることが最も大切だと考えてきました。二つ目の、お客様のハートに火をつけてですが、一番のポイントは、絶対に無理やりに火をつけてはいけないのです。ですから、お客様が商品を購入する際には、お客様の意思 100% で決定しないと、ただ売るだけになってしまいます。売ってはいけないのです。商品がお客様の手元で光り輝かないといけないのです。私たち美容師は、ただボールを上げるセッターの役目で、お客様がアタックを打っていただければ、商品は私たちの手を離れてもその役割を全うし、その力を出し切るのです。そこでまた大切なことは、その商品自体の力が当然ずば抜けていることです。その商品の力なしに、いくらハートに火をつけても意味がなくなってしまいます。その商品の強力な力と、お客様のそうしたいという意思を重ねることが大切です。3つ目の、物に命を吹き込むということですが、シャンプー剤やスタイリング剤など、店内にあるありとあらゆる商品を深く見つめ直すことが必要です。カットやパーマなどの技術は思い入れが強く、魂が入っていることが多いのですが、商品などに関してはただ置いてあるだけということがよくよくあります。そこで私は提案しているのは、商品を360度あらゆる角度から使いこなし、より良い使い方、裏技を編み出すことです。そうすることによって、商品のことをつい熱くお客様に語ってしまうのです。その結果、物に命が吹き込まれ、商品はお客様にとって大切で必要なパートナーに変わってくれます。そして私はよくサロンでするのですが、髪をきれいにしたいという私の気持ちをシャンプーに乗せるために、頑張ってこいよと言ってお客様にお渡しすることもあります。また鏡やセット面、ワゴンなど、観葉植物など全てのものを大切に扱い、心を込めてお手入れをすることによって、すべてがお客様をお迎えするスタッフになってくれます。当然鏡が、お客様がいらっしゃって、鏡がお客様にいらっしゃいませということはないのですが、よりきれいに映し出してくれることになります。より良い空間というのは、物に魂が入って出来上がります。また、この空間だからこそ満足ができる、納得のいくサービスがあると思います。そして最後に、大切な、数値、思いやり指数というのをご紹介したいと思います。思いやり指数というのは、美容師の思いを実際の数字に表したものです。美容師の思いとは、お客様をきれいにすることです。ですから、カットだけではなく、カラーでより軽さを、パーマでより動きを、トリートメントで髪に健康をと、お客様のことを本気で真剣に考えると、施術するメニューの数が増えていくことになります。例えば、一人のお客様で、パーマ、カラー、トリートメント、三つのメニューをすると、思いやり指数は3になります。一人のお客様で、カラーだけですと、メニューが1ですから、思いやり指数は1になります。実は、この数字の高いお客様ほど、リターン率、リピート率が高いということが統計で出ています。思いやりという曖昧なものを
現実的な数字に置き換えることを可能にしたのがこの思いやり指数です。この思いやり指数は今後美容界にとってとても参考になる数字だと私は思っています。少し現実的なお話もいたしましたが、先ほどお話しした心の技術は実は高単価商品や高単価メニューを売るにあたって私が実際に気づき実践している内容なのですが、この他にもこの心の技術はたくさんありますし、また数が増えていくことだと思います。この心の技術を磨くことによってお客様は喜んでお金を使っていただくことにもなりますし、この心の技術を充実させることがこれからのあらゆるビジネスを成功させる鍵になると私は思っています。また他業種の方は何を大切に扱い、何の価値を上げ、いかに高単価を取るか、そのためにどのような心の技術を磨かなければならないかなど、今回のお話が参考になりましたら嬉しく思います。そして最後に、これからの美容師は髪を大切に扱い、手の技術同様に心の技術者として美容界をより社会に役立て、美しい髪の女性で街中を、いや日本中を埋め尽くしていくことがこれからの美容師の使命であると思います。以上で私が読者に対して伝えたいことでした。ご清聴ありがとうございました。3人目、4人目終わりましてですね、片やリラクゼーションサロンね、もう一言ですね、ヘアサロンということでね、サロン対決みたいな要素を提示しましてですね、なかなかねちょっと次元の高い話が聞けた感じがしますけれどもね、この辺ちょっと審査員の方にもね感想を聞いてみたいと思いますけれどもね、半沢直樹見ない美しい髪の女性与田さんございまして、まず1点目が現役で現場でされているというところで、はい、そこが一番評価できる点かなというふうに思いました。あと2点目がネットの集客にかなり力を入れてらっしゃって、ネット集客、今日はあまりお話されてなかったんですけれども、あの面接の際にたくさんお話し されてたので、そのあたりも類書との差別化ができるんじゃないかなというふうに思っております。で、はい、3点目は想定読者としてちょっとリラクゼーションサロンだけじゃ狭いかなっていうのがあったので、もっと美容院とかエステとかネイルサロンとかのオーナーさんまで想定読者を広げられるのであればいいんじゃないかなっていう部分がありました。そのあたりは原稿をちゃんと読んでみないとわからないので、まあそうですね、ぜひ企画書レベルのもので、はい、拝見したいなというふうに思います。なんかもう出産決まりかけてる感じですね。はい、そうしたら高瀬さんについてはいかがですか。まず客単5万円ということで実績上げられていてものすごいなというのが一番の感想ですね。で、内容に関しては2点あって、まず心の技術ということで、今日3つぐらい挙げていただいてたと思うんですけれども、そのあたりをもう少し体系化して技術を一つ一つ挙げていって、はい、200ページぐらいのコンテンツに収まるのであればっていう、はい、あら、イメージ具体的ですね。そうですね、うん、あとは2点目としては、あの美容院ということで直接お客様に接していらっしゃるので、その読者として美容業界の方じゃなくて高単価で対面販売をしている他の業界の方、高級アパレルとかブランドとか車とか百貨店の外商さんとかにも訴求できる内容、心の技術の内容であればいいのかなというふうに、ちょっと美容師さん寄りになって、なりすぎてしまうよりももっと広く訴求できたらいいのかなというのを感じました。なるほど、まあ、伊沢さんも高瀬さんもこうもうちょっと読者層を広げてやってみるといいのかなというところですかね。そうですね、広げられるのであれば、はい、はい、ありがとうございます。
さてこれで、前半4名のですねファイナリストのプレゼン終わりました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。では今からですね約10分間休憩入りたいと思います。13時50分から、後半戦開始いたします。後半いきなり5番目の方出てきますので、はい、速やかにご着席いただけますようお願い申し上げます。